はい、皆さんこんにちは、ヒロンガです。あ、皆さんね、生放送終わりましたね。いや、まあ、賛否両論でね、僕もね、ちょっとね、一緒にね、ディスガイアのファンの方と見てるっていう気持ちでね、いろいろね、チャットを打ち込んでですね、まあ、なんかチャットを打ち込んでたらですね、なんか僕の動画見てくださってるっていう方がね、チャットしてくれたりですね、もうものすごいテンション上がってね、嬉しいね、時間を過ごすことができました。ありがとうございます。生放送の放送内容としてはですね、なんかね、本当に賛否両論で、まあね、多分ですけどね、今のね、このね、日本のご時世がね、まあ、ウイルスの関係上で、まあね、仕方なかったんじゃないかなと思いながらもですね、まあ確かにね、まあ期待がね、ハーフアニバーサリーっていうとね、高まっちゃう分ね、まあね、残念だったなっていうね、気持ちだった方が多かったんじゃないかなって印象を受けました。なのでまあね、生放送見た方がいると思うので、まあ簡単に言うと、まあハーフアニバーサリー3000個でね、4月にあったレイドイベントの正式版とかですね、まあイベントのね、追加とかですね、まあ外伝ですね、まあ第11話出ないですね、まあ、まずね、外伝の方が追加されるとかですね、まあ王の巨頭なんて俺25回はね、6でクリアしようと思ったら残り HP がどうしても1残っちゃうんですよね。まあ、ね、プレミアム召喚のラインナップだったりデイリーミッションとかですね、イノセントの追加で僕ね、実はイノセント厳選でですね、まあ、ちょっとイベントとかね、動画の配信でね、ちょっと1個企画があったのにね、まあ、これも出ちゃったかって感じでね、まあ、嬉しいんですけどね。まあ、なので一括、この星12キャラのね、一括覚醒機能は嬉しいですね。いや、本当にね、いつも、なんですか、この毎回ね5体ずつ選んでっていうのが結構大変だったので、ね、これありがたいですね。まあ転生オートで行える機能はね、転生石が足りないのであんま勝手にされるの困るのでね、まあ、いちいち多分ねそういうの選ぶようになると思うんですけれど、まあ嬉しいっちゃ嬉しいですよね。で、一度見たね出演をスキップできる機能ありがとうございます。まあその後ね、いろいろ不具合等をね改善してくださるということで、27日ですね、まあ本日か、本日配信の予定なので、本日の、1時から6時までメンテナンスするということでね、まあ、50連ガチャっていうか、10連ガチャを毎日ね、5日間、50連ができたりとかですね、いろんなね、ことが出てくるので、またね、この、リスガイア RPG が盛り上がっていけばなと思っております。はい、それではですね、ここからはね、まあ、ある意味本編になります。まあ、お金の話や収益の話があまりね、好きじゃないよ、良くないよっていう方もいるかと思いますので、まあ、そういう方はね、まあ、こちらで、まあ、ちょっとね、切っていただいて、ね、まあ、ちょっと興味ある方だけ聞いていただければなと思います。でですね、まあ、なんでね、こんなに急に収益の話をしようかなと思ったのかっていうとですね、まあ、やっぱね、ディスガイア RPG を盛り上げようっていうことで、ですね、今ね、ディスガイア RPG の、動画をですね、配信してる方が結構多いんですよね。で、僕もダンスマン百式さんにですね、憧れてってわけじゃないですけれど、まあね、僕も動画をやっぱね、盛り上げていきたいということで、まあ、いろんな方の動画を今最近見るようにしています。では、見ています。楽しんでます。でですね、その中でですね、まあ、僕はもちろんね、底辺で、まあね、ありがたいことに僕なんかの動画でもね、なんか一応1300人のチャンネル登録者の、ね、方がいてですね、本当に日々感謝してるんですけれど、まあ、その1000人ちょいの、方でもですね、このディスガイア RPG の動画っていうのはもうめちゃくちゃ、なんていうんですかね、いいですよっていう話をしたいんです。でですね、まあ、ここから本題になるんですけれど、まあ、一応ね、YouTube の規約で、細かい金額を言っちゃいけないってなっているので、まあ、大体の金額でお伝えしたいと思います。まあ、その前にですね、僕が、まあ、一度ですね、まあ、集まれ動物の森とかですね、まあ、今ですね、コイキングでね、ザシアンをね、モンスターボールでね、一発で捕まえてやるみたいなね、動画とかもね、いろいろ出してるんですけれど、まあ、その中でですね、僕、人生初の、まあ、1万再生を超える集まれ動物の森の動画が1個できました。でですね、実はですね、この動画、ね、もう人生初の1万再生だから、すごい、ね、収益があるんじゃないかなっていうふうにちょっとワクワクしてたんですけど、実を言うとですね、この1万再生、1万1000再生された、この集まれ動物の森の、収益はですね、まあ、約ですね、まあ、1000冊2枚ぐらいです。実際のところ。まあ、それ行くか行かないかなぐらいの収益になっております。で、まあ、これを聞いて、あ、そんなもらえるんだと思う方もいれば、あ、それしかもらえないんで1万再生でって思う方もいるかもしれません。で、まあ、僕自身は正直ですね、高額を稼ぎたいっていう気持ちではなくてですね、まあ、なんかそのがね、自分の中のモチベーションになって、で、まあ、例えば、なんかそれでいろんなね、動画になんかお金を使ったりとかして、もっと楽しんでもらえればなと思ってるだけなので、別に僕は全然それでいいんですけれど、でですね、じゃあまあ、いい例がないかなと思って、ちょっと今動画探したところで、僕がディスガイア RPG で、一番ね、再生をしていただいたですね、この動画があるんですけれど、
まあ、このレジェンドのね、撮るっていう動画だったんですけれど、これが約半分、1万1000の半分の、まあ、5500再生なんですけれど、実はこの収益が、ね、まあ、集まる動物の森の半分で、まあ、ちょっとね、時間が10分超えてるから、確かに広告は2倍つけられちゃってるんですけれど、なんとですね、その動画の収益が約5000いかないかぐらいです。全然金額が違うんですよ、本当に。え、なんで1万も再生されて2000円程度なのに、程度っていうのは2000円前後なのに、ディスガイアは5500再生で、ほぼね、再生数と同じぐらいの収益があるっていうことなので、まあ実はですね、僕の、ディスガイア RPG、大体ですね、再生の平均数がですね、ありがたいことにですね、大体 50% 前後、まあ低くても、一個だけものすごい、ちょっと自分の中でね、闇歴史な動画が 30% だったんですけれど、他はまあ大体 45% とか 50%、良いもんであったら 60% っていう、まあ再生の平均時間をね、皆さん見ていただいているので、正直言ってですね、ディスガイアの収益はめちゃくちゃ単価が高いです。で、逆に言うとですね、集まれ動物の森ってやっぱね、有名な大手さんがですね、もう毎日のようにね、いろんな企画、素晴らしい企画をしてですね、なんとですね、まあ、20万再生、30万再生、100万再生ってしてる方がたくさんいるので、僕みたいなもんがですね、頑張って頑張って一生懸命奇跡が起きて1万再生されても、正直単価が安いんですよ。でも今ディスガイア RPG はですね、僕がなんか始めた頃、要するにまあ初期の時っていうのはですね、ちょっとね、大手の方とかですね、チャンネル登録者数がですね、まあなんか数千とかですね、1万近い人も結構やってたんですけれど、そういう方々が、ね、最近見られなくなってしまったので、だから今ディスガイア RPG をすごい動画で上げて、まあ、収益されると結構いい小銭稼ぎになるんじゃないかなと思います。でですね、もういろんな方見てるって言ったから僕これ言ってるんですけれど、すごくですね、皆さん面白いんですよ。で、しかも結構課金されてちゃんとね、考察されてる方とかですね、いろんなパーティー組んで楽しんでる方っていうのを僕たくさん見てきたので、だどう考えてももう無課金で、まあ、正直言って僕は単なるディスガイアが好きすぎるだけの人間で、まあ、楽しくやってますよっていう、でちょっとね、まあ、なんか時間かけておふざけでいろいろやってみたよっていう動画をね、単発で上げてるぐらいの人間なので、そんな僕でさえディスガイアでは、まあ、ちょっといいお小遣い稼ぎになっております。はい、なので皆さんなんてもっといい動画出せてますし、本当に尊敬するとか、もうこういうのをなんか真似したいなって思う部分がたくさんあるようなのをね、学ばせていただいてますので、ぜひぜひね、皆さんだからディスガイア RPG の動画をたくさん出して、いろんなね、楽しんでいただいて、で配信していただいて、でまあ収益化されたら全然僕なんかよりもボン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 稼げると思いますし、でその稼いだお金でまた課金して、またもっといろんなディスガイアが盛り上がればなって思ってるので、今回こういう収益の話をしてみました。で、本当にちょっと人の名前、ちょっとこれは例え話で僕の考えですよ。ただ単に決まった金額じゃないんですけれど、ダンスマンさんがですね、4月にですね、ディスガイア RPG1 位になったって話、動画があったんですよ。で、その1位になったって時の4月が毎日投稿されてて、その動画の再生数が約5万近かったんですね。で、約5万近いってことは、もう僕のこのディスガイア RPG の収益の理論からしても、だからもう数万いってるわけで、まあ、むしろぶっちゃけもう5万円近い金額を稼げましたよっていうところなので、もうぜひぜひね、皆さんね、ディスガイア RPG ね、上げて、で盛り上げていきたいと、いければなと思いますのでね。で、僕はこれ言うとライバル増えてね、ヒロンガの動画再生してくれる人減っちゃうじゃないかとか、別にそういうの僕は全然気にしてないので、みんなでディスガイアを盛り上げて、ディスガイアがみんな楽しいって思っていただければね、僕は満足なので、ぜひぜひね、これからもね、ちょっとこの動画を見てね、あ、そんなにね、ちょっといい感じだったりとか、ディスガイアが今熱いんだって感じていただければ、ぜひぜひね、今まで出したことないよって方とかもですね、ぜひ出していただければなと思いました。というわけでですね、まあ、今回は、ハーフアニバーサリーの、紹介と、まあね、自分のちょっと収益紹介になります。最後までご視聴の方ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、そしてですね、Twitter の方も行っておりますのでですね、まあ、フォローしていただければフォローバック必ずするようにしておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは、ね、次回の動画で会いましょう。またね。